ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M4 CS 2018年式4800キロこちらの車両になります。来ました CS、 はい、そうですね、ありがたいことに CS めちゃくちゃ貴重な車じゃないですか。そうですね、にもかかわらず3回目のご紹介ということで、はい、なかなかないと思うんです。そうですね、国内で60台限定になりますので、はい、なんで非常に貴重な車なんですけど、はい、過去に1回ご紹介させていただいてるんですけど、1回は試乗が確かなかったんですよ。はい、はい、でその前かその後かに大宮店で、はい、まあ、答えご紹介させていただいてるんですけど、それとちょっとまた違った感じなんで、そうですね、今回、まあ、改めての部分もあると思いますけれども、はい、ご紹介させていただきたいと思います。で先ほど今藤本君からありましたけども、はい、なんと日本国内60台限定ということで非常に珍しい車です。そうですね、はい、で今中古車情報サイトでも数台出てるぐらい、そう本当8台もないぐらいでしたね。で黒は希少なので多いのがまあ青とあと白があって、もう黒はもう本当これとあともう1台あったかないかそれぐらいになりますね。まあ、全体 M4 全体黒があんまりないというか少ない少数派なイメージですよね。そうですね、なりますね。なんでもその辺でもさらに希少かなと、はい、でこれ日本60台なんですけど、世界限定僕調べたんですけど、ああ、はい、なんか2000台ぐらい作る予定っていう話と、はい、なんかトータル3000台ぐらいありますっていう話があったんですけど、まあ前期であった GTS とかと比べるとやっぱりこう台数は多少多いですけども、それでも3000台、まあ、日本においてはもう60台しかない車なんで、めちゃくちゃ貴重な車じゃないかな。で今回これをさらにカスタマイズも施してあるということなので、そうですね、はい、まあ、その辺も踏まえてご紹介させていただきたいと思います。はい、でまずその M4CS っていうところなんですけど、はい、これめちゃくちゃ分かりやすく説明するとM4 のさらにこう進化版というか軽量バージョンなんですよ。はい、まあ、上一番上が GTS があるので、まあ、そのコンペティションとのこの間中間っていうところで、まあ、乗りやすい街乗りで、サーキットに出ないんであれば乗りやすいちょうどいいところを攻めてるんじゃないかなって思いますね。なかなか他のメーカーでその、はい、立場というか位置がこうバッチリな車ないんでなかなか説明しづらいですけど、まあ、ポルシェで言ったら GT3 とか、はい、まあ、その辺に当たるのかなという。で GTS って基本的に前期しかないんですよ。はい、そうです。でしかももう2人乗りでもうガチガチなんかもうサーキットオンリーみたいな、まあ、もちろん街乗りされてる方もいらっしゃると思うんですけど、もう本当にサーキットに軸足を置いた車になってくる。でこの CS ってなってくると基本的にサーキットっていうのはもう視野にもうそれホームページだったりも書いてありますけど、はい、あんまりこう見てないというか自覚してない、あくまでストリートのそうです、ね、まあ、トップモデルっていうか、はい、でもうとにかく車がめちゃくちゃ軽量に作られてたりとか、まあ、あとはパワーが出てたり、はい、まあ、スペシャルなパーツがいろいろついてると、はい、で外観も結構スペシャルパーツ盛りだくさんなんですよね。そうですね、もう元からこうカーボンが入ってたりしますんで、やっぱり後からこう後付けでないカーボンっていう感じでこう面もいいですし、はい、そうですね、非常に仕上がりもいい、まあ、目もしっかり綺麗で、やっぱりまあ純正パーツっていうところでマッチングはとてもいいと思いますね。で全てこの辺が CFRP、 ドライカーボン製なんで、はい、まあ、非常に強度もあって、うん、でしかも純正なんでもちろん下側まで全部こう作られてで、やっぱりこう、はい、低いじゃないですか。そうですね、低いですね。で今回さらにプラスしてローダウンもしてあるってことなんで、はい、入ってます。この辺気になるじゃないですか、はい、なんとノーダメージなんです綺麗ですよね、触ってても。で今回まあ距離が非常に薄いということ で、はい、で結構 CS とはいえ M4 って非常に乗りやすい車なん で、 そうです、ね、まあ、中古車市場でも結構距離が飛んでる車が多いんですよね、はいはい、なのでそんな中でもまあ距離薄でなおかつこの辺なんかのダメージでほぼな い、はい、ないです。非常に綺麗な個体になっております、はい、でこれ専用なんですよね、確か。そうですね、はいはい、専用になりますね。そしてこの辺なんかもオプション入れなくても最初から黒くなってます。そうですね、黒くなってますんで気取りにくいですね、はい、一体感あるんで、まあ、ボディの色とこうマッチングしてでもいいと思います。メッキパーツ減らすとだいぶレーシーな印象になりますね、はい、で、まあ、後期なんでこの六角形っぽいヘッドライトになってヘッドライト、はい、まあ、あとは後期が分かりづらいのが逆にいいかなっていう。あ、なるほど、はい、僕個人的にはBMW ってもう歴代そうじゃないですか、うん、結構前期後期であんまり大きく変えない、まあ、車種によってはガラッと変える車もありますけど、はい、特にこの30とか、はい、4シリーズとかこの辺に関しては結構衣装似てますよね、前期後期、うん、似てます似てます。だそのまま延長線上で乗れるっていうのは、はい、まあ、後期の特別感を求める方には物足りないかもしれないですけど結構こう微妙な違いっていうのは僕的にはかなり、まあ、後期であってもかなりいいところなんです、うん、そうですね。だとは日本仕様と本国仕様で若干の違いもあるんですよね。そうですね、ボンネットが、まあ、これはアルミになるんですけれども、本国ですとカーボン、
で以前多分2年前ですか大宮店で、紹介しているのがカーボンになってきますね、はい、でカーボンになると非常に軽量なんですけれども、もともとのこの日本仕様のボンネットもアルミ製ということで、そうですね、もうその時点で軽いですね。で、やろうと思えばどうもパーツが出るらしくって、うん、まあ、今現在出るかどうかわからないですけど、はい、変えてる方も少なくないということで、うん、まあ、もし必要であればお調べして、はいはい、本国仕様の、そうですね、本国仕様にしてカーボンフード、はい、もっと形状がもともと違うんですよね。違いますね。ここにもう真ん中、結構真ん中の方にこうダクトが入ってるので、そういったところでももうパッと見でこう印象は変わってきますね。なのでそういったこともできると思いますので、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、あとは今回キョリウスなんで非常にコンディションいいですね。そうですね、結構こういう車だと飛び石が多かったりするんですけど、こうパッと見ても目立つ飛び石もないですし、バンパーあたりも非常に綺麗なので、本当にもう極上車って言っていいと思いますね。本当にないですね、飛び石。バンパーも綺麗ですし、うん、ヘッドライトなんかも非常に綺麗な個体になって、うん、逆に飾って楽しむっていう方もいると思うんで、今回ちょっとこの車を紹介しておいてなんですけども、はい、僕この車って、はい、保存に向かってもいいのかなって。そうですね、まあ、もちろんその飾っとくっていうよりかは、うん、もう本当にもう楽しんで、まあ、距離薄く、はい、まあ、保存に向かっていってもいいのかな。それぐらいなんか特別な車じゃないですか、 CS って。特別ですね。なんでまあこれから特に BM とはいえこう電動化もう待ってるわけじゃないですか、うん、はい、もう結構最後の方の車になってくると思いますので、はい、まあ、その辺を楽しんでいただいてもいいのかな。そうですね。そして横に回っていくと、はい、今回大胆にもそんな日本限定60台の車を改造してあるということで、そうです、贅沢ですけど、まず足元の方が、はい、そうですね、まあ、純正からなんとインチアップ、はい、そうですね、純正19インチなんですけども、これは20インチで PC 包丁が入ってますんで、はい、はい、でこちらも非常にコンケーブしたデザインで、ビアスボルトゴールドなんですね。そうですね、このマッチングどうなんでしょう。改造車ジャーナリストを自称してますんで、はい、厳しめに言っていいですか、はい、結構個性的だなと思いました。そうですね、まあ、この辺はまあ好みがありますからね、うん、全然かっこいいじゃん、はい、持っていただければもちろんそのまま乗っていただいてもいいと思いますし、はい、あとは今回なんとノーマルパーツが、はい、純正パーツまだありますので、まあ、純正に戻してもいいと思いますし、さらに自分好みでカスタムもお待ちしてますので、はい、あとはこの辺の仕様変更なんかもやると思えばできますからね。できます。ディスクの2人だとか、そうですね、はい、まあ、そういったことをしていただいてもいいのかなと、はい、いいと思います。あとインチアップしている関係で当然タイヤも変えてあって、ミシュランのパイロット4ですか。そうですね、はい、はい、なってますね。純正カップ2入ってるんですよね。カップ2入ってますね。でオプションでなんかスーパースポーツも、はい、ミシュランのスーパースポーツのになるって、はい、設定もあるみたいなんですけど、はい、結構タイヤも車の性能だったりだとか、はい、まあ、乗り味に大きく影響する部分じゃないですか。そうですね。でその辺も本当に直でこう車に帰ってくる車なんで、うん、まあ、その辺触る楽しみもあるのかなと、はい、そうですね。タイヤはもう唯一地面に触れてる部品になりますんで、そこで変えるっていうのもいいと思いますね。まあ、もちろんミシュランですから超一流ですから、はい、そのまま乗っていただいてももちろんいいんじゃないかなと思います。いいと思います。あともう1点いいですか、はい、今回ちょっと厳しめにいきますそうですね、はい、カーボンセラミックが欲しかったです。そうですね、ここだけは純正になってしまうので、はい、まあ、この辺ももしかしたらですけどパーツで出るかもしれない。そうですね、はい、おそらくなんですけれども車体番号だったりとか必要になるかな。お純正オプションであったんですよね、はい、そう110万円ぐらいですね。そうですよね、はい、決して安い部品ではないんですけど、安いじゃないです、まあ、そのぐらい特別なものも似合うのかなと、はいはい、でカーボンセラミックになると足回りの軽量化にもつながるんで、そうですね、まあ、そういったモアカスタムもぜひご相談いただければ、はい、そして今回車高もしっかり下がっているということで、はい、そうですね、指本当1本分ぐらいは落ちていると思うので、はいはい、結構低いですね。低いです。でこれが車高調によってはいローダウンされているということ で、はい、なんで味付けは変えられますので見た目もご相談いただいて、納車前にもうちょい高くするのもできますし、まあ、もうちょい低くするのもできますのでご相談いただけたらと思います。これアラゴスタでしたっけ。アラゴスタの中入ってます。これも純正部品がありますのでホイール戻して純正戻すっていうこともできます。なるほど、はい、なのでまあ微調整してもいいですし、そうですね、まあ、思い切って元に戻してもいいと思います、はい、まあ、あとは電子制御の足回りが標準でついてますので、はい、まあ、その辺が今回固定になってるんですよね。あ、そうですね、はい、というわけでボンネットでちょっと詳しく見てみたいと思いますけども、はい、まあ、足回りの硬さ調整室内のボタンを有効にするのであれば、まあ、そういった選択肢があってもいいのかな、はい、そうですね、はいはい、こんな感じになっております、はい、あとは M4 だとこのサイドギルもダミーじゃないですよね、はい、そうですね、しっかりとちゃんと穴が開いてるタイプになってて、はい、この辺もしっかり真っ黒ということで、あとはなんといっても M4 このサイドのシルエットがめちゃくちゃかっこよくないですか。かっこいいですよ、このウィンドウの形と、はいはい、あとはもうとにかく真っ黒なんで窓枠も真っ黒ですし、そうですね、今回このカーボンのミラーもついているということで、はいはい、
非常にレーシーな仕上がりになります。そうですね、これもオプションになりますので、ミラーの方もオプションでついて、純正のカーボンパーツも結構高いんですよね。高いです。片側だけで万円、はい、だ両方をやるともう2桁万円っていう2桁万円になります、ね、ミラーカバーなんかもこの辺もついてると、はい、でもあるとないとでやっぱ印象は違いますし、確かに、はい、そしてルーフもしっかりカーボン、はい、そうですね。でこの辺も軽量化に非常に貢献していると。私が調べたのと9キロ、これだけで9キロ変わるっていうのが出たので、はい、まあ、低重心化、はい、軽量化もそうなんですけども、やっぱりビジュアルが、はい、そうですね、はいはい、だいぶ違ってくるのかな。違いますね、まあ、黒とはいえやっぱりルーフがカーボンだと目立ちますから、うん、この辺もかなりおすすめポイントじゃないかと。あとはまあ純正でもうモールも黒くなっているので、はい、まあ、ちょっと私たちやることなくなっちゃうんですけど。そうですね、仕事がないんでやめてもらっていいですか。しっかり黒い、はい、そしてリアに関しても同じく BC フォージが入ってます。純正が1920の履き方なんですよね。そうですね、はい、でリアに関しては、はいはい、同じ20インチアップはしてないんですけど、はい、1920になりますんで。リアは結構やっぱりコンケーブきつくつきますね。結構、はい、入りますね、はい、このデザインもかっこいいと思います。こんな感じになっております。でリアも結構ベタベタですね、はい、そうですね、結構下がってリアの方が下がってる印象ですよね、はいはい、あとはリア、なんといってもこのフェンダーが、はい、M3、M4、うん、もうリアついた時のこうシルエットがもう普通じゃないんだってすぐ分かるじゃないですか。そうですね、この辺はかなりやっぱり特別感あるな、うん、そして後ろもすごいんですよね、CS、はい、そうですね。まずはカーボンパーツ、カーボンパーツ上、はい、下両方ついております、はい、この辺なんかも、はい、そうですね、いいですよね。でこの辺なんかもビジュアル的なものじゃなくて、ちゃんとリアのダウンフォース稼ぐような構造になってるんですよね、うんうんうん、そうですね、ちょうどこう真ん中が落ちてるので、そういったところでも風逃して考えられてるなっていうパーツが入ってますね。なんか左右の揚力もちゃんと調整してるらしいですよ。あ、なるほど、はい、まあ、要はリアがリフトしないようにちゃんとこう押さえつける機能がちゃんとあると、うんうんうん、はい、で下側のカーボンパーツに関しても、はい、まあ、割と控えめですけれども、そうですね、ちゃんとこうしっかりと、はいはい、まあ、ここで切れてますけど、マフラーのこの対向にも全部つながるデザインです、はい、しっかり。でこの切りっぱなしのマフラーが、はい、なんか歴代 M3 をなんかすごく彷彿とさせる、そうですね、つながりをすごく感じますよね、はい、この感じも武骨でかっこいいと思いますし、はい、しっかりこうね M のマークも入ってますんで。そしてここを忘れてはいけません、はい、見逃せないですね。 CES といえば、はい、このテールレンズですね、はい、これですね、これが OLED って、こっちの横にも入ってますよね、はい、BMWOLED っていう、これ CS で採用されてる、 CS と、そうですね、はい、GTS も入ってるっていうところになります、ね、はい、まあ、特殊な車両についてるテールランプですよ、はい、これビジュアルがまあすごい、そうですね、なんかこう何ミリでしたっけ、1ミリだか、そうですね、はい、なんかめちゃくちゃ薄いその、うんうんうん、パネルをこう並べたデザインということで、すごいですよね。最近メルセデスなんかでもこれ採用してたりとかしてますけど、そうですね、あとアウディも、はい、入ってきたりしますんで、これが採用されてると、はい、でこれ何がびっくりって、値段がびっくりなんですよ。値段びっくりですよね、はい、出たての頃これ CS じゃない車に、はい、まあ、M4 に移植しようっていうのが結構流行ったんですけど、はい、なんと価格の方が左右で3桁万円という、これ絶対ぶつけられないじゃないですか、はい150、60ぐらいですよね。そのぐらいです、はい、まあ、もしかしたら今定価改定が入ってるかもしれないんで、あ、そうですね、もっと高いかもしれないですけど、そうですね、つい最近でもないかな、数年前で確か150万円ぐらい1台分でしてたんで、はい、まあ、めちゃくちゃ高いテールランプ、高いです。これだからバックの時も気をつけなくてもそうですけど乗ってない方も、はい、このテールランプの M4 が走ってたら車間距離上げた方がいい、そうですね、追突したらとんでもないことになっちゃうんですね、まあ、もちろんその保険でっていうことだと思うんですけど、はい、まあ、この辺なかなかパーツもないですし、はい、まあ、価格も非常に高額になってくるんで、まあ、特別感はめちゃくちゃあるんじゃないですか、はい、あります。そして当然 CS のロゴが入ってます、はい、もありますね。後期でだから一番なんだろう、こう特殊な車両ですよね、そうですね、はい、まあ、前期だったら前期で、GTS とか、はい、あ、チャンピオンエディションとか、そうですね、チャンピオンエディションありますからね、はいはい、F4 に関しては後期で言ったら、まあ、かなりトップクラスに希少な車になってくるんじゃないかなと思います。はい、続いてナイス見てみたいと思います。はい、はい、あ、ありがとうございます。これ特別なのが外装だけじゃないんですよ、ね、そう、中ももうパッと見で分かりますからね、この
簡略化されたドアパネル、はい、どうしたっていう軽量化ですね。今回カメラマン下見で初めて見たんですよ。あ、そうなんですか。何ですかこれはって言ってたぐらい本当に、まあ、確かに知らない人が見たらびっくりしますよね、はい、ですね。この素材まず何ですかっていう感じもうとにかくドアボケもないし、はい、もうめちゃくちゃ簡略化されて、はい、軽量化されてるこのドアパネル。そうですね。けど上はレザーなんです。レザーですね。だこの一見こうちぐはぐな組み合わせめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ、うん、そうですね。それこそ本当にポルシェの、はい、特殊なモデルとかって、はい、もうめちゃくちゃ管理されててレザーのパーツとかない車とかあるじゃないですか。あれも紐だったりしますもんね、はい、ドアノブが紐で。なんでこの紐とこのレザー、はい、レザー最高です紐もこれ女子受け絶対悪いと思いますそうです、ね、これ何これって言われるのは間違いないと思うんですけど、まあ、この辺なんかもしっかりついて、はい、これもちゃんと M カラーになってます、ね、なってると、はい、ただこの辺のミラーの格納だったりだとかパワーウィンドウなんかはもちろんそのまま残ってるということ で、ね、ミラー格納なんかまさに真っ先になくてもいい気がするんだけど逆にしっかり残ってあります、あります。そしてこのドアだけじゃなくって、はい、こちらも特殊なパーツ盛りだくさんということ で、はい、まずダッシュボードはこのアルカンターラ、はい、貼られてる専用の。そうですね。ここら辺も質感があって非常にいいのと、あと助手席側に CS っていう特別なパンチングもしてありますんで、もうパッと見でそこだけでも違うなっていう。ダッシュボードはめちゃくちゃ高級感が、はい、高級感ありますよね。レザーだし、はい、ステッチ入ってて、はい、でアルカンターラも結構いい感じなんで。そうですね。そしてステアリングも専用のものになってて、はい、全部アルカンターラ、ただ相変わらず太いです。はい、もうちょっとね細くても確かに、はい、まあ、この辺もだからメーカーの考えで、はい、そのグローブした時にとか、はいはい、まあ、あとはその握り方どうこうというのがあるみたいなんですけど、うん、BM は定番で太い。そうですね。であとはステアリングの位置が右左あるんでしたっけ。あ、そうですね。右で、まあ、今回は左になりますけれども、大宮で紹介したのは右ハンドルですね。なるほど、はい、こんな感じになっております、はい、あとはスカーフプレートなんかも、はい、専用の CS ロゴのスカーフプレート。そうですね、ちゃんと CS って入ってます、はい、こちらも入ってます、はい、養生も新車の時の養生もうそこも剥がしてないので、はい、お客次のお客様が剥がしていただいてもいいと思います。できればそろそろ剥がした方がいいです、はい、そうですね。糊が一体化して取れなくなっちゃうんで、はい、まあ、そろそろ剥がし時ですね。そしてシートなんかも専用の軽量のシート、はい、新車で1400万円ぐらいじゃないですか、うん、はい、乗り出しもうちょっとかな、はい、にもかかわらず、はい、電動じゃないんです。電動じゃないです、はい、もうだからこの車の本気さがそこで。そうですね。もう軽量化を意識してますんで、電動じゃないだけでそれだけでも20キロ以上変わってくるっていうお話ですんで。確かにモーターとかなければその分軽いですから、ね、はい、軽いですね。そして背中にはこう穴が開いてたりとか、はい、穴開いたり、このイルミネーション付きの、そうですね、 M4 ロゴのバッジも付いてたりとか、はい、でバッジのところも、養生してありますんで、はい、それもそろそろ剥がし時、それもそろそろ剥がし時だと思います。そしてヘッドレストだったりシートベルトはちゃんと M カラーになってるということで、はい、あとこれだけじゃないんですよね、はい、シートベルトなんかもしっかり、はい、そうですね、 M カラーに、はい、そしてこれだけじゃなくってセンターコンソールも、はい、なんと簡略化されてて。そうですね。まずアームレスト小物入れないということ で、はい、です。この辺なんかも軽量化に、はい、僕は実は20年ぐらい前かな、はい、M3 の CSL、 あ、はいはい、あれを初めて見た時の感覚にすごい似てるんですよね。はい、あれも要は M3 のもう究極モデルで、はい、もうカーボンの本当になんかカクカクってしたセンターコンソール、はい、もうレーシングカーみたいな、はい、あれをなんか彷彿させる、はい、感じがします。 そうですね。そして天井関係に関しても当然この黒い、はい、ファブリックのタイプで、先ほどちょっと触ったら中の緩衝材なんかも少し簡略化されてるのかな。そうですね。叩いた音はもう簡略されたような音をしているので、まあ、そこでも軽量化意識になってくるのかなと思いますね。でこの後ちょっと見てみたいと思いますけど、リア のパネルなんかも、そうですね、このドアと同じような軽量のパネルになっているということ で、ね、そうですね。やっぱりこう純正のやる軽量化ってすごいこう意味があるというか、はい、こう自分でやる DIY でやる軽量化とやっぱりわけが違うと思うんですよね、うん、そうですね。なんでそのぐらいもう作り込んである車ということで、はい、考えられてます。内装になっております、はい。続いて内装を乗ってみたいと思います。ありがたいことに3台目なんでパパパッとになりますけどもう慣れたもんですかね、はいはい、全然比べる対象じゃないんですけど私家の車が F30、 あ、320なもんで、はい、
一緒なところあり違うところありということで、はい、あのまずシートのホールドめちゃくちゃいいです。いいですね。ちょっとこの行き過ぎてない感もいいと思います。あの、はい、まずここのサイドサポートが、はい、もう本当にフルバケかっていうぐらい。そうですね、まあ、手動ですけれども通常の調整なんかは全部できるようになってる、はい、スライドも当然手動ですよね。はい、手動です、はい、そしてペダルに関してはこんな感じで、はい、あペダルもまだ養生張ってある。そうです、はい、そして左ハンドルの方がなんかゆとりがある気がします、はい、ありますよね、はい、右ハンドルより、はいはい、そしてステアリングは先ほど触れた、このぶっといタイプの、はいはい、センターマーキングもしっかり入ってます。そうですね、ちょっとパンチングで、はいまあ、この辺は共通かなと、うんはい、でメーターも最近 BMW もついにこうデジタルになってきましたね。この辺いいねって言ってくれる方は少なくないんじゃないかなと思います、はい、そして今回の車はレーダー探知機と、はい、ドラレコだ。ドラレコも今回ついてるということで、はい、この辺もついております。であとは、はい、あのここついてるね。あそうなんですよね、ちょっとした、はい、あのうちのついてません。あそうですか、あの、まあ、車が違うんで比べんなって話ですけどついておりません。そうなんです、はいはい、そしてこの辺に関しては後期になるんで、はいまあ、表示関係に関してはこんな感じで。そうですね、で、まあ、テレビ見る車ではないんですけど、うん、一応チューナー標準ということで、はいはい、テレビもついてると入ってます。あと BMW に関してはここをどうにかする部品っていっぱいあるじゃないですか。うん、そうですね、はい、なんで、僕おすすめしたいのはミラーリングできるようにする。あ、そうですね、そうすると、まあ、Amazon プライムもそうだし、はいまあ、あとはいろんな Google マップだったりとかもそのまま使えるんで、まあ、そういったものもプラスアルファ で特に葛飾店伝送の作業を得意としてますから、はい、そういったものを、はい、プラスしていただけるとなおいいんじゃないかなと、はいはい、そして3台目にして、はい忘れててびっくりしたのが、はい、なんとエアコンが、はい、デュアルじゃない。そうなんですよね、はい、マジですか、はい、そうです。1400万円出して、はい、この簡略化されたエアコン、はいこれですね、で逆に使いやすい。そうですね、はい、デュアルにしてても BMW の確か3、4って、はい、シンクロボタンついてないんですよ。あそうですね、だからもちろん個別に使いたい方は、はいまあった方がいいんでしょうけど、はい、シンクロついてないと、はい温度調整するのに、はい、こう両方触らないくらい。なりますなります、はい、だからこの辺は逆に僕は好印象です。そうです、はいはい、こんな感じ でシートヒーターはついてる。ついてます。シートヒーターは良かったんですかね、はい、軽量化って言ったら、ね、まあ熱線はあんまり重量に影響しないからこの辺もついてる、はい、あとドリンクホルダーと、はい、あと何速 DCT が、はい、DCT じゃない DCT、はい、何速 DCT が標準速度で、マニュアルないんですよね。ないですね、はいはい、これだけになります。あとはこの辺モード切り替え、はい、あと外装でも触れましたけれども足回りが今回表示は切り替わりますけれども、ね、実際には動かない。動かないです。なってます、はい、あとは最近ないじゃないですか。いいですね、はい、ハンドルのサイドブレーキ、はいはい、そしてあとはここが全部なくなってるんで、はい、全部アルカンターラステッチになって、はい、でここに USB が、はいはいはい、だこれっていうことは、はい、これ自体がもう全部専用ってことでしょう、まあ、そうですね、そうなりますね。そうだよね、はい、ここからなんかつないであるとかじゃないもん、ね、じゃないです、はい、ということでこんな特別感のある感じになっております、はい、そしてバイザーもこんな感じで、はいはい、天井も、はい、中がちょっと足りない気がするんですけどちょっと響くというか、はいはい、そうですね、こんな感じになっていけない感じがありますね、はいはい、あとは、まあ、その他の部分に関しては、まあ、M4 ベースですから、うんまあ、非常に運転しやすい乗りやすい感じになっているのかなと、ね、あー CS もいいですね、いいですね、はい、こんな感じの内装になっております、はい、続いて、はい、後ろの席を藤本君チェックしてみたいと思います、はい、よいしょ。あ、スライドついてるんだっけ。スライドついてますね、ここで。なるほど、ね、倒れてちゃんと前に行く、はい、はい、そうですね。じゃあでちなみに藤本君は割とガタイいいです180、85キロです、はい、はい、よいしょ。いや、でもそうですね、外から見るよりは後ろ全然乗れます。まあ、ぴったし180身長ありますけど、ちょうどまあ髪の毛が触れるぐらいですね、はい、で911みたいにこう首がこう回っちゃう感じではない。こんなんじゃないですね。だからシート戻しても、ね、まあ、乗れるかなっていう。そうですね、乗れると思いますね。決して快適ではないけれど、はい、いや全然何かあった時に乗るんだったら全然乗れますね、はい、いいと思います。ただ装備が何もないんだよね。もう全くないです。肘掛けもないですし、ただただエアコンの吹き出しもない。エアコンもないですね。ドリンクホルダーもない。ないです。小物入れもない、はい、ないない尽くしですけれども、まあ、スペースとしては最低限あるのかなと、
でもいいですね、この後ろのやっぱり質感、この炭素のパネルの質感もありますんで、はい、はい、こんな感じのリアシートになっております。はい、リアシートです。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはまあ定番の感じですけども、そうですね、こんな感じで、はい、まあ、今回距離薄なんで非常にトランクも使用感なく綺麗でございます、はい、そしてこの下ってそうですね、今回あ、なるほど、はい、ドベルタがついているということで、ね、こんな感じで、はい、まあ、潰されちゃってますけども、ね、そうですね、はい、まあ、本当にトランクのスペースを圧迫してないんで、はい、まあ、非常に便利に使っていただける、もう、はい、十分なスペースありますし、はいはい、6対4でこうシートも倒れるようになってますんで、ここですね、はい、ゴルフもいけるかと思いますね、割とだから使い勝手いいんですよね、あ、いいと思います、はい、だからそれがこう中古車市場の結構、はい、距離がこう伸びてる個体が多いっていうところなので、うんうんね、はい、こんな感じのトランクになっております、はい、続いてモネット見てみたいと思います、はい、でまずエンジンの方が 2979cc、はい、直六ツインターボということで、はい、おなじみの S55 エンジンでございます。そうですね、まあ、これがあの直六積んでる440とかもあるじゃないですか、はいはい、あれが N55、はい、でそれの、まあ、M 車によってチューニングされたエンジンということで、うん、まあ、具体的に何が違うかというと、はい、まあ、ツインターボ化されてたりだとか、まあ、あとシリンダー自体もクローズドデッキ化されてたり、はい、オイルパンもマグネシウム合金化されてるらしいです。お、はい、あとクランクなんかも窒化処理されてるクロムモリブデン鋼っていう、はい、もう僕もわからないです、はい、まあ、特殊なクランクが使われてたりだとか、はい、まあ、その他特殊処理されたコンロットとかマーレ製のアルミ合金ピストンだったりだとか、はい、まあ、その型式こそ N55、S55 って近いですけど、はい、もうほぼ全く別のエンジンって思っていただいた方がいいんじゃないかなと。これが積んであります。そうです。でこれがなんと460馬力600ニュートンということで、はいはい、これスタンダードの M4 っていうのが431馬力そうですね。でコンペティション、はい、まあ、前期だとオプション、はい、後期だと、まあ、グレードとして存在しましたけども、それが450馬力、それのさらに上をいくですね。でもちろんあの GTS っていうゲテモノもありますけども、はいはい、あれってもうなんかこうもっと特殊なやつなんで、そうですね、はい、まあ、もうストリート最強で言ったらもうこれじゃないかろうか、これですね、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が先ほど触れましたけど7速 DCT のみということで、はい、そうですね。で0100 3.9秒、3秒台ですよ。そうですね、 3.9 ですよね、はい、3秒台ってこれどんだけかなと思ったら、はい、もう比べるともう軒並みスーパーカーとかあのぐらいのスペックの車がもう横に並ぶぐらい、はいはい、でマックス280キロということで、はい、これ M ドライバーズパッケージが標準なんですよね。あ、標準ですね、はいはい、というわけでとんでもスペックになっております。そうですね、でなんとニュール北コース7分38秒ということで、はい、これも多分多くの方ピンとこないと思うんですけどもうほぼスーパーカーと並んで走ると思っていただければ、はい、38秒台って確か LFA が38秒ジャストで同じぐらいなんで、はい、もうほぼこう言ったら乗用車というか、はい、そこからのこう派生じゃないですか。そうですね、それがもともと育ちも生まれ も, なんかもう超エリートの車と並んで走るっていうところにやっぱり魅力が一つあるのかなと。 ね、はい、それこそもう行動最速って言って過言じゃないですよね。歴代 BMW ってこう3シリーズでこうレース参戦したりとか、はい、まあ、スペシャルモデル作ったりとかもうずっと続けられてるんですよね、はい、なんでまあ一つの完成形っていう車なんじゃないかなと思います。ね、この後乗ってみたいと思います。はい、続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
っちゃいい音してんの、はい、ちょ待って待って、すげえいい音してるね、はい、バブリング久しぶりに乗ったやばいねこの車しびれますね、そうでしょう、はい、行きましょう行きましょう、はい、これ上げて降りた方がいいかな、そうですね、ちょっと上げましょうか、はい、おー、いいね、はい、いいですね、はい、ショーダーに優しい、はい、もう何のレビューなんだかよく分からなくなってますはい、いいですか、はい、もうとにかくね乗りやすい、乗りやすい、そうですね、あの BMW 人間工学にも続いたこのインテリアデザインそうですね、はい、操作性なんで、はい、あのペダルもなんかむちゃくちゃな向きについてるとかないし、はい、スイッチも必ずこう使いやすい位置向き、はい、これやっぱりでかいよね、大きいですね、はい、いきましょう、じゃあロベルト、はい、早いですね、段差降りたんで、はい、はい、あ、足はあのーはい、もっとザ・シャコタンの乗り味かと思ったら、うんうん、意外と言わなきゃわからないぐらいの、そうですね、車外感がない、はい、車がねなんだろうな、動き全然違うんだけど、やっぱり、うんうんうん、軽いからかな、そうですね、すごい箱感、もうめちゃくちゃこうしっかりした箱にタイヤホイールがついてるっていう感じ、キャビンもなんかめちゃくちゃ硬く感じる、なんでだろうね、軽量化されてこう響くからかな、それもあると思いますね、なんか重たい車とかさ、なんかその消音材がいっぱい入ってる車って、はい、なんかその辺がこうマイルドになってるっていうか、そうです、直接こう耳とか感覚に入ってこないじゃん、はい、ですね、でも軽量化されてる車ってそういうさ音だったりだとか、うんうん、振動だったりだとかそういうのって直接入ってくるからさ、結構ダイレクトですよね、そうダイレクト感が全然違うよね、はい、車のだって、何キロかなと思って調べたら、はい、あの440、はい、マイナス100キロぐらい、うん、だいぶ普通の M4 から50キロか60キロぐらい軽いんだっけな、はい、でもそうしたら大人1人分違うわけじゃん、そうですね、だそれは車の動き違うよね、違いますね、だって言ったらもう100キロ違ったらもう下手したら2人ぐらい、2人分ですよね、で2人余計に乗せてるのってもう全然違い分かるじゃん、そうですね、アイドリングストップはこうスペーシングに全然良くないです、はい、ただねアイドリングストップも BMW ってそんなにめちゃくちゃこう不自然かっていうと、はい、うんうんうん、あのポルシェほどじゃない、あ、なるほど、結構ポルシェそうですね、ガクンってきたり後ろ下がっちゃったりしますもんね、あのポルシェフェラーリは、はい、止まる前に止まっちゃうじゃないですか、あ、そうですね、うわ危ねって、はい、一応 BMW 車速ゼロになってこう止まってからも止まるけど、はい、まあ、オフがいいです、そうですねおすすめですねオフは、まあ、この辺もねコーディングとかね結構ね、はい、出てますよね、はい、へえいいな、うん、最高、あと強いて言えば、はい、さっきも下見の時言ってたけど、はい、本当はダメだよ、本当はダメだけど、はい、エンジンかけて降りて、うん、はい、キーレス効くじゃん BM って、そうですね、はい、あれでクラクション鳴らなければ100点だ、あ、なるほど、はい、多分だけど前期はねクラクション鳴らないんだ、鳴らない、はい、で多分後期なからなのか M4 だからのか、うん、ペーペーとかでっかいクラクション、そうですね、鳴りますね、で結構ね家の車、まあ、前期の320で全然比較する車じゃないんだけど、はい、その家の前で暖気するときとか、はい、コンビニ降りてちょっとだけ離れるときとかは結構ね、うんうんうん、使うんで、ね、はい、それ使えると結構いいな、好きですね、いいな、最高です気持ちが高ぶりますね、やっぱりマフラー音と、あのね、あとはねこう割と中古車市場で価格が落ち着くのが早い BMW だけど、はい、やっぱりね M2 とかね、うん、M3、M4 って、はい、それがないじゃん、そうですね、そう、はい、だって2018年式なのにまだこの金額だよ、はい、そうです、はい、だそうするとやっぱりいろいろこう評価されてるんだなっていう、はい、あー結構ねロードノイズでかいね、ちょっとありますね、うん、タイヤかな、
そうですね、これはタイヤもあると思いますね。前タイヤも20インチになってるんで、あ、はい、結構こう細かい路面のこうデコボコを拾って、はい、ゴーっていう、こうロードノイズ、うんうんうん、ありますね、拾うかな。ただ全体的なサスの動きに関しては、はい、こうごくごく低速だったら、うん、そんなにむちゃくちゃこう車外の足回りみたいな、うん、こうなることはない、はいはいはい、やっぱりアラゴスタすごい。そうですね、まあ、あとセッティング次第かなっていう、うん、それもあると思います。ステアリングは相変わらず重たいです、うんうんうん、ただ操作感めっちゃある、はい、わざと重くしてるっていうのも多分あるんじゃないかな、ね、そうだね、 BMW 全般重たいよ、はい、手応えあるような感じで、まあ、その辺なんかもモード切り替えで多少介入が入ると思うんで、はい、ちょっと今ノーマルで乗ってますけど、そうですね、めちゃ乗りやすい。でバルブ開かなければ、はい、そんなにうるさくもない、むしろロードノイズの方が大きいぐらいなんで、うん、そうですね。うわ、すげーレスポンスいい。はい、パドルシフトもありますからね。うわ、ちょっとあの今日ね、乗るとこ間違えた。渋滞、これから渋滞、渋滞はまる車じゃない。ちょ、ワインディング走るから。いいなBM、 変わんないよね、なんかいいですね。最近なんか結構ガラッと変えたけどさ、はい、このシフトノブはあんまり変わんないじゃん、うんうん、そうですね、もうそれこそあれじゃない、 SMG の頃からこんな感じじゃなかったっけ、はい、そうです。でハンドブレーキですね、はい、メーターもしばらく変わんなかったじゃん。そうですね、最近こう急に変えてきたけど、ね、はい、いいなあ。いやでもね、思うんだけど、はい、この辺の車って、はい、下がりはすれど、はい、まあ、下がって、まあ、多少キープはすれど、うんうんうん、上がってないじゃん、うん、そうです、上がってないです。だね、今だと思うんだよね、買うの。逆にそうですね、そう、買い時かもしれないですね。あのね、これより、はい、前の年式のこういう立ち位置の車って、はい、今ものすごい上がってんだよね。あ、はい、そうですね、204の C クラスとかさ、はい、上がってますね、あのパフォーマンスパッケージついてるやつとか、はい、あとは507とか、はい、あの辺の車とか、まあ、あとは、まあ、もう距離薄とか個体がいいのがないのっていうのがあるかもしれないけど、一時、うん、ね、はい、むちゃくちゃ安かった車が今すっごい上がってんだよね。そうですね、上がってます。だつい先日撮らせてもらった AMG GT なんかも、あ、はい、まあ、市場にその価格帯の車がもう売れちゃってなくなったから、はいはいはい、相場が高く見えるのか、まあ、上がってるのか分かんないけど、はいはい、まあ、単純にこう車で検索して出てきた車に関しては、うん、もう全然半年前1年前より全然高くなってるよね。高いですね。そうですね。だこの車に関しても多分あと何年かしたら、はい、そういう評価になってくると思う。そうですね、その感じはありますね。で今本当に需要と供給のバランスがもう壊れちゃってるから、はいはい、もう新車がそのままその月に中古車情報サイトに出てきて、はい、もうなんか新車のなんか 1.5 倍とか、はい、下手したら倍とか、ありますね、3倍とかっていうのもあるじゃん、はいはい、あります、ね、そういうのを考えるとまだその新車価格よりかは安いじゃん。そうですね、落ちてますね、はい、だこれって多分今なんじゃないかなと思うんだよね。そうですね、でももちろんその、まあ、ゆくゆくはその、うん、需要と供給のバランスも整ってくるんではあろうけど、はい、もうどんどん EV 化に向かっていってるから、うん、今後じゃあそういうの期待できるかっていうと、まあ、もちろん最近あの CSL の原稿出たばっかりだけど、はいはい、なかなか今後ね、じゃああと5年10年そういうのが出てくるかっていうと、うん、多分厳しいと思う。そうですね、うわ、むちゃくちゃいいんだけど。マジで、はい、じゃあモード切り返していいかな。行きましょう。ちょっと M ボタンに入れてあるやつで、はいはい、とりあえず全部スポーツになってるのかな。はい、はい、そうですね。おお。バイ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 。ちょっと暴れちゃいますね。はえうわー、藤本先輩、はい、あのコースが間違えてる、これコースが今日これコースが間違えてる。ちょっとあの走れるコース考えよう。そうですね、そろそろ、はい、とてもあります、ね、いやーむちゃくちゃいい。最高、いいですね。むしろエアコンもこれね、はい、高感触です。そうですね、はい、十分ですね、はい、これ
あとねもう一個あえて言うんだったら、はい、シートヒーターのねこのレスポンスがね、ああなるほど、ほらはいはいはい、いくよ、はい、ほら、ね、ここだけなんだよな、ありますね、この F 型の34乗ってて思うね、はい、あとはねもうむちゃくちゃいいよ、いいですね、いいです、ステアリングレスポンスも、ね、うん、はい、ちょうどいいし、うん、ブレーキもなんかカーボンセラミックどうこうとかって言ったけど、はい、じゃあ別に全然効かないかって言ったら、はい、もう十分すぎるぐらい効くし、ね、はい、ただその特別感っていうところで言ったら、うん、もうその特別を極めておきたいなっていうのをちょっと思っただけ、はい、そうですね、だから全然もう十分すぎるぐらい効く、そうですね、逆言えばブレーキな気がしない、しづらいっていうところ、まあまあまあそうね、そうね、そう思ってもらえればそういうメリットもまあなきにしもあらず、いいですね、すげえいいんだけど、うわすげえレスポンスいい、いやいい音、なんか BM のターボってさ、はい、ターボターボしてないよね、なんかそうですね、まあ、もちろんその下級音とかそういうのあるけど、うん、はい、なんか他のメーカーほどじゃないんだよな、このレスポンスとさ音がザ・ターボっていう感じの音じゃないんだよな、その大きい信号を左曲がるんでいいかな、そうですね、はい、ちょっと今日は大きい道で行きましょう、あと実ははい、ありがたいことに、はい、DTM のチャンピオンエディションを乗せてもらったことがあるので、はい、はい、車両紹介 で、はい、であれって、まあ、早い話、はい、ウォーターインジェクションシステム、はいはい、あれもついてて、はい、まあ、どっちかっていうと GTS に近い中身じゃん、ね、はい、で前期だからさ、はい、なんかちょっとこう少し、え、何がピピピ、大丈夫じゃないです、大丈夫、改造車に乗ってるので止められたことドキドキ、はい、なんかそういう立ち位置の車だったから、はい、もっとね、なんかね、車を動かすことに緊張感あったんだけど、あー、なるほど、そう、CS ってなんかこう、はい、後期になって洗練されてるからなのか、なんかね、めちゃくちゃ乗りやすくなってるんだよね、そうですね、そう、若干こう、コンフォート感残してますからね、そうね、そうね、そうね、そこがいいところじゃ、やっぱりね、それ味付けも大きいのかなっていう、はい、まあ、カタログにもそのサーキットのそのに主軸を置かないで、うん、まあ、サーキットメインで作ってないですよっていうのを歌ってるぐらいだから、はい、そうですね、やっぱりその辺の味付けも結構大きいのかなっていう、うん、本当にね、チャンピオンエディション乗らせてもらった時は、はい、ね、マジ普通にまっすぐ走った時にね手に汗かくびっくりした、あの車はもう乗り心地もこんなんだし、あれはあれでなんかすっごい非日常が感じられて、ものすごいこういいなと思ったんだけど、はい、同じ車でもやっぱり全然違うよね、うん、ですね、あれはちょっと化け物だよね、500馬力でさ、まあ、これは距離伸びますね、乗ってたら伸びますね、乗れちゃうもんだって乗れちゃいますからね、距離伸びますよ、だから本当に中古車市場で距離飛びが普通にあるっていうのがもう物語ってるよ ね、うん、だって4万キロ5万キロも う、 そ、 う、ね、それこそだって M3 とかまで入れたらだって10万キロもザラに出てきてるじゃん、うん、今は多いです、多いです、だからこれからその本当に距離薄の個体とかコンディションがいい車ってどんどん減っていくから、ないですよ、うん、でまあ中身というかエンジンに関しては現行モデルもそのまあ、これの進化版がそのまま積まれてるっていうことで、はい、まあ、近いものがあるんだろうけど、はい、やっぱりエクステリアのデザインだったりだとか、ね、まあ、あとは内装に関してはガラッとやっぱり変えちゃったから、はいはい、そうですね、だまあバックするんだったら本当に今かなって、うん、本当そうですね、うん、で結構そのもう僕の周りだけど、はい、最近その割とこう少しバックしたりとか、はい、まあ、それがまあスポーツカーに限らず、うん、まあ、ちょっと高級車でも、結構ね古い車を気にしてる人とか買いましたっていう人はよく話を聞く、あ、聞く、ブームですね、うん、だやっぱりちょっとこうなんだろうな、車の進化が頭打ちじゃないけど、うん、どっちかっていうとそのみんなが求めてない方向に進んでる感少しある、そうですね、ハイブリッドになったりとか、まあ、多気筒がその、うん、人数が減ったりとか、うんうん、
いいなぁ、むちゃくちゃいいよ。いいですね。車のなんだろうね、一体感、はいはい、なんかさあるじゃんこう特に大きい車に乗れば、はい、なればなるほどさ乗せられてる感というかさ、うん、そうですね、ありますね、まあ、もちろん冷静に考えたら全然僕のドライビングスキルじゃこんなのこう持て余してるんだけど、うん、なんかこう車と一体になれてる感じがするんだよね、はい、うん、ポルシェとかもなんかねすごいそれを感じるというか、そうですね、そうそういうところバランスの良さ感じますよね。そうなんかね乗せられてる感がしないというか、はい、まあ、それがサイズなのか、うん、このエンジンのフィーリングなのか、うん、まあ、そのステアリングのフィーリングなのか分かんないけど、はい、なんかすごいちょうどいいところというか、うん、でやっぱりね乗ってて楽しい、はい、駆け抜ける喜びなんですよ全然今日駆け抜けられてないけど、はい、今回ベタ褒めですね。いやいや、もう BMW とポルシェ、マクラーネン、その3メーカーに関しては、はい、あのだいぶあの偏見が入ります。入りますね、はい、私の偏見がだいぶ入ります、はい。辛口ポイントないんですか、辛口ポイントは。いや、ホイール変えたい。そうですね。できれば足回りも変えたい。はい、いや、全然いいと思う。いいと思うんだけど、はい、なんだろうな、多分、その人それぞれで、はい、多分その CS に、うん、をに対するその特別感によって多分違うと思うんだよね。そうですね。あの正直僕の中では CS めちゃくちゃ特別な車だから、うん、まあ、もちろんこのまま乗るにしても純正パーツしっかり取っときたい、はい、うん、やっぱりその飽きた時に元に戻せるように、うん、あとはしっかりこの純正の、まあ、言ったらもうこの辺の車ってなってくるとさ、はい、もう足回りタイヤホイールまで入れてセッティングが出されてるわけです。そうですね。だポルシェとかもそうだけど、上のモデルになればなるほど、うんうん、特殊なモデルになればなるほどホイールの選択肢がないじゃん。そうですね。オプションでもじゃあ色しか違いません、はい、変えられませんって、はい、あれなんでかっていうと結局そのホイールも含めて車がセッティングされてるから、その極端にそのデザイン変わって重さが変わっちゃうと、はい、その車の挙動が変わっちゃうから、はい、オプション設定でそんなに5種類がないかったりするんだよね。もう煮詰まってますからね。そう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 。一回そのメーカーが作った、だってあのホイールもなんか DTM かなんかすごい意識してデザインされたホイールなんだよね、はいはい、そうですね。あれでちょっと個人的に、はい、乗り込んでみたい、うんうん、でやっぱりこの市場でもおおすげえってなるっていうのはあるんだけど、うん、例えば所有して例えば遠く行ってみるとか、はい、スピード出してみるってなってくると、はい、やっぱりまた新たな発見があったりするじゃん、うん、ありますね。それを感じたい、うんうん、からこそこの車を販売っていうかその紹介しといて何なんだけどノーマルで乗りたい、はい、です、はいはい、純正戻せます、はい、ザ独り言なんであんまり真に受けちゃダメです、はい、だからね本当にね結構いじってある車ってノーマルパーツあるかないか、はい、まあその車によると思うんだけど、はい、結構重要だなっていう。大きいですよね、はい、まあ、特にそのなんだろうな、こういう特殊な車だったらなればなるほど、はい、やっぱり大きいかなって。そうですね。だもちろんそのベースの車だったら、まあ、社外品の方が圧倒的にその、うん、まあ、性能だったりだとか、はい、うん、もう優れてる部分もあるから、はい、まあ、それは もちろんケースバイケースだと思うんだけど、はい、やっぱりここまでその究極というか、はい、純正で煮詰めた車だったら一回ちょっと乗っておきたいかなっていう、まあ、単純にだから興味がある、うん、純正のその煮詰めたセッティングというか BMW がこれですよって言って出してきたものに対して、はい、改造車ジャーナリストというか言っときながら、改造車を純正に否定してるわけじゃないです。純正に戻そうとして否定してるわけじゃないです、はい、言ったらだってこれ純正の改造車じゃん。そうですね。でしょ。そういうことです、ね、でしょ、はい、でまずそこをしっかりこう乗った上でもう一回確認したい、この、ね、じゃあ BC フォージと、はい、BC フォージとめちゃくちゃ軽いわけじゃん、うん、2ピースとはいえ軽いです、軽いです、そうです。でデザインも優れてます。そうです、ね、デズランバッチリです、はい、だどこでバランスを取るかだと思うんだよね、うん、だからもし変えるとしても一回純正で乗って、はい、確認してから変えた、はい、で多分前のオーナーさんはそれができたんだと思う。そうですね、純正から自分で選んでっていう、まあ、もしかしたら新車の時にもう乗る前に変えてるかもしれないけど多分乗って、まあ、ちょっとビジュアル的にも、はい、まあまあ、うん、
ていうんで多分変えてるんだと思うんだよね、はい、そうです。だそれができるのってそうノーマルの車を買った人の特権じゃん、はい、新車だったりとか、ね、そうですね。だからねそこからやりたい、はい、でむしろだから最初から変えられる人ってすごいと思うんだよね、はい、まあ例えばもう全然あの純正のビジュアルとかも全然もう無理、はい、むしろもしくはもうあの乗るのもう2代目3代目だから、はい、もう最初から変えちゃってよっていう、うん、あの立ち位置になりたい、うん、そうですねいやでもなんかやっぱりね、まあ、純正にしろ車外にしろなんか突き詰めた車ってやっぱりかっこいいし、うん、そうですね、うん、楽しいよね、うん、心はやっぱり揺さぶられますよね。そうだからね、まあ、車外で改造した車も本当に、はい、例えばかっこいいとかに特化してめちゃくちゃやってある車って、うんうんうん、やっぱりね楽しいよね、見て楽しいし、うんうん、そうですね、うん、だそれって別に車外だけじゃなくてな純正でもそうだと思う。そうですね。でやっぱりそのベースのグレードになればなるほど、うん、なんかやっぱりこうバランスが取ってあったり、うんうん、まあ、いろんな人が乗りやすかったりするわけじゃん、うん、でもこれってもうほぼ無視してるからそうですね。えなんで紐なんですかっていう普通の人からしたらそうですね。うわーむちゃくちゃいいよ。ですね、危ないでもね乗りやすい、うん、足回りもすごくいい。セッティング確認してないけど多分そんなに硬くないんだと思う。そうですね、いい感じです。だからねこれはこれでだから本当に自分で純正じゃないやアラゴスタの調整をいいところにするっていう楽しみはすごくある、うん、そうですね、うん、ありますね。でそれこそ前後バラバラで調整できるから、うん、本当に走って自分の調子取っときたいとか言ったけどこれでなんかむちゃくちゃ遠くから通勤とかしてみたいとか思ってたそうですね。あのね、うん、もう本当に地元にいた時は、はい、結構遠くまで車で帰ってたの、はい、でもう峠道なの、うん、もうそれこそ標高 1000m の山の麓から、はい、その下の町のところまで通勤で使ってたんだけど、はい、もう本当に峠道なのさ、うん、イニシャル D みたいな、はい、でやっぱりその乗ってる時間も長いし、うん、車の感じ方もやっぱりそんだけ乗ると違うんだよね、うん、そうですね。でそれをちょっと感じたいなって思って、うんうん、BMW さこう両引きでニュートラルとかできればいいのに、ね、うん、ないんですよね。そうですよね、すげえレスポンスいいよ、うん、いいな最高。まだケバケバだしそうなんですよ、ハンドルもね状態良くて寝てきちゃいますからね。そう、それが毛が全部寝ちゃうんだよね、はい、でもなんかさあの復活させるのもあるんだよね。 ありますね。なんか結構手の皮脂がやっぱり素手で触るともうそう、はい、ついちゃって、そうだから温めてそのお湯とかでなんかその固く絞った雑巾でやったりすると復活したりとか、ね、はい、ちょっとレーシンググローブちょっと撮影用に買おうかないやなんかさもうピカピカのやつとかってさ、まあ、一応その感触のためにそのまま、はい、あの手袋しないで撮影してますけど、はい、結構そのポルシェとかだともう手袋推奨とかっていうのがあるから、はい、そうですね、次回以降考えます、はい、いやーもう最高だったいいですね、しびれましたね、はい、また乗りたい、はい、いやありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。じゃあ最後はロベルタですね。はい、ロベルタあげましょう。ロベルタあげましょうか。あげてください。はい。いいですね。はい。レスポンスも早いです。早い。早いです。もう葛飾店のこのぐらいの段差だったらわけないです。はい、わけないですね。はい。やっぱりさ、でもさ、まごまごしてるとかっこ悪いよね。はい。うわー、車庫台になんかするからみたいな。そういう目線が。はい、いや僕は思わないですよ、そんなことは、はい、決して思わないんですが世間一般的に、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけども、はい、もうね最高最高です。しびれますね、はい、いろんな妄想も私、はい、膨らみました、はい、だからいろいろ触ってもいいのかな、はい、まあ、もちろんこのままで、うん、そうですね、はい、あとはこういったカスタマイズされたお車も、はい、買い取りももちろんそうですね、はい、評価中ということで、ぜひぜひこういった貴重な車、はい、特に
お読みいただけると僕も喜びますというわけでボンド葛飾までお気軽にお問い合わせくださいというわけで今回は BMW M4CS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。